じゃあ自分の部屋もその仕事に合わせてやっぱ変えられるのが一番いいなと。で、何を私が言いたいかというと、この動線を使って動線を意識して、要は環境を変えてしまおうと。でちょうど外出自粛で外に出られないわけだし、家の中でできることもたかが知れてるんで、まあ、だからといってじゃあゴロゴロしてるかとか、ね、仕事ばかりするかっていうとそうでもなんか気持ちが向かないから、じゃあちょっと自分のやりたいこととか仕事とかを中心に何をしたいかをまずこうやってリストアップして、それをやりやすい動線を考えて、もう環境自体を変えてしまう。だからこれ部屋の模様替えになるんですけど、まあ、非効率だと。じゃあ問題は自分の行動がね、もっと楽に、これもちろん楽にですよ、根性ですよ、楽に、実行したいかですね。赤角のクラッシュゲートの鉄網でできたフェンスの外側枠に、まあ、棚板がついたようなやつなんですけど、まあ、ちょっと部屋をシックな感じに今回してみたいなと思ったので、まあ、ちょっとインダストリアル系の家具で固めたおしゃれな男部屋って検索して、もし皆さんもですね、頭にはあっても行動、まだね、部屋の模様替えまで動いてない方がいらっしゃるのであれば、今みたいにやることを決めてネットで検索するといろんな画像出てくるんで、それでイメージ作った後になんか自分でそのメルカリなりヤフオクとかで、まあ、リサイクルショップ回られてもいいと思うんですけど、なんかいろんな家具をね、なんか新調して、もういらないものはどんどん捨ててね、で新しいものに変えてしまうと、もうなんかすっきりするかなと思うので、そのためにじゃあ何をするかって言ったら環境を変える。ベッドっていうのをじゃあ常時置いておく形にするのであれば、こういう配置がいいねみたいなのが何となく分かってくるので、いらないテーブルとか全部売っ払って減らして場所を作って、そこにベッドを仕込んで、その下を収納にしてね。話したいことはですね、この外出自粛中に部屋の模様替えをするのはどうかなと思うんですよね。でももちろん実行されてる方もいらっしゃると思うんですけど、要するに私もですね、ちょうど今なんか自分の中でちょっと区切りをつけたいなと思ったので、部屋の模様替えをしてるんですよね。で、模様替えをするときに何を基準に考えるかというと、まあ、動線なんですけど、その何の動線かというと、もちろんこれは行動の動線で、自分が一体何をしたいのかっていう、この、まあ、仕事でも全然いいんですけど、自分の行動の、まあ、やりたい流れ。私の場合はこうやって動画を撮ってるんですけど、動画を撮る前にやっぱりいろいろ調べたりとかもするんですよね。で、私の中で一番理想なのはこう調べ物をしたりとか、まあ、ちょっとこれ私の例で恐縮なんですけども、例えば私はこう調べ物をしたい、まあ、調べるで調べて、まあ研究とか勉強学びなんですけど、こうした後に動画に上げたいんですよね。で、動画を撮りたいんです。まず動画を撮影する、で、まあ、YouTube にアップするみたいな話とかで、もちろん本を読む、であとは自分の部屋で寝ることを考えると、部屋の模様替えする前は一回一回ちょっと布団をセッティングしないといけなかったんですけど、まあ、ベッドに変えようかなみたいな、そのあんまりその出し入れをするのもスペース的にもちょっと余計に取るので、だったらもう最初からベッドにしようかなみたいな話とかもあったりするんですけど、だからこうやりたいことを上げていくんですよね。自分がその部屋でやりたいことで、多分外出自粛要請が出てる間は特にそうですけど、自分が今まで外でやっていた仕事を家でしないといけなくなってくると、じゃあ自分の部屋もその仕事に合わせてやっぱ変えられるのが一番いいなと。で、何を私が言いたいかというと、この動線を使って動線を意識して、要は環境を変えてしまおうと。で、ちょうど外出自粛で外に出られないわけだし、家の中でできることもたかが知れてるんで、まあ、だからといってじゃあゴロゴロしてるかとか、ね、仕事ばかりするかっていうとそうでもなんか気持ちが向かないから、じゃあちょっと自分のやりたいこととか仕事とかを中心に何をしたいかをまずこうやってリストアップして、それをやりやすい動線を考えて、もう環境自体を変えてしまう。だからこれ部屋の模様替えになるんですけど、理由はですよね。で、そうすると、これって例えば自分が今までの環境の中で自分の行動だけを変えようとすると根性論になっちゃうんですよ。で、根性論は絶対続かないんで、きついばっかだし、根性をベースに精神論で持っていくのはまあ非効率だと。じゃあ問題は自分の行動がね、もっと楽にですよ、根性ですよ、楽に、実行したいかというために、じゃあ何をするかって言ったら環境を変える。もう環境自体を変えてしまう。で、そうすると私の場合も本当にもう部屋が今までこう、まあ、散らかっていた部分もあったりして、まあ、気にはなってたけど不便はなかったし、で、布団も一回一回出し入れしてね、なんか起きたら片付け、寝る時にはまた出してみたいなこともまあ慣れていたので自然だったし、まあ、テーブル持ってきてそれで勉強したりパソコンしたりしてそれ片付けて布団敷くんですけど、でもなんかそういうのをなんか客観的に今回みたいな外出自粛とかの話とかを真に受けて考えると、まあじゃあ過ごしにくくはあるよねと、その家でずっと過ごすにしてはこの環境のままだとストレスたまるなと思ったので、じゃあ実際自分は何をしたいんだろうって外に出られないとするならば家の中でこれぐらいはしたいよね。で例えば動画を撮影するためにはホワイトボードも必要ですし、で、アップするためにはその、調べたり研究したり動画を撮ったりして作業する場所も必要だし、で本を読むのにはその仕事をするメインの、スペースだけじゃなくてちょっとゆったりね座れるソファーとかも欲しいなとか、寝るときにその出し入れとかもう面倒くさいからもうベッドにしちゃおうかなとか、でそういうのをなんかいろいろイメージとかしてると、じゃあこういう配置でこういうものがあったらいいよねとかっていうのを考えて、でその後に何をするかというと私はネットで調べるんですよね。で私はちょっとやっぱりせっかく変えるならちょっとおしゃれな部屋にしたいなと思ってたのでネットでおしゃれ男部屋で、最近はちょっとですね私はインダストリアルにハマってるのでインダストリアル、今回ちょっと新しく本棚を新調したんですけど、新しく買った本棚はですね赤角のクラッシュゲート の鉄網でできたフェンスの外側枠に棚板がついたようなやつなんですけど、ちょっと部屋をシックな感じに今回してみたいなと思ったので、ちょっとインダストリアル系の家具で固めたおしゃれな男部屋って検索して、でそういうのでこういろんな場面を見ていくと、大体そのベッドっていうのをじゃあ常時置いておく形にするのであればこういう配置がいいよねみたいなのがなんとなく分かってくるので、あとは自分のしたいことに合わせてホワイトボードがいるなとかパソコンをとか本とかね、調べる、作業する場所がいるなとか、本を読むためにはちょっとゆっくりできるソファーみたいなのが欲しいなとかっていうのがイメージとして膨らんでくるんで、それに合わせて環境を変えるみたいな感じです。そうするとなんか楽しいじゃないですか。やっぱなんかこう今は明るいイメージとか楽しいことが必要なんですよね。楽しいイメージとか明るいイメージがですね絶対必要なんですよ。だからもうその外出自粛って言われてるんであればもう家の中で楽しむしかないので、楽しいことでもうなんか今までの環境のものだとなんかしっくりこないから、もうせっかくだからもうここで一新しちゃおうと、あともう環境を変えてすっきりしようと、心機一転しようみたいな感じで。なんか私もちょっと行動しているので、もし皆さんもですねなんかまだもしかしたら頭にはあっても行動まだね部屋の模様替えまで動いてない方がいらっしゃるのであれば、今みたいにやることを決めて部屋の中ネットで検索するといろんな画像出てくるんで、それでイメージ作った後になんか自分でそのメルカリなりヤフオクとかで、リサイクルショップ回られてもいいと思うんですけど、なんかいろんな家具をねなんか新調してもういらないものをどんどん捨ててね、で新しいものに変えてしまうともうなんかすっきりするかなと思うので、もし参考になれば嬉しいなと思います。これはもう実家に置いてあったベッドを自分の今住んでる場所に移動させただけなんですけど、いらないテーブルとか全部払って減らして場所を作ってそこにベッドを仕込んでその下を収納にしてね、であとはその、今使ってる本棚を処分しようと思ってるんですけど、4月30日にしかまだ新しい本棚来ないんで。でそれまではちょっとどう片付けようかなみたいな話なんですけど、着々と進んでるところです。やっぱこういうのなんか新しいことをしようとすると面白いですよ。でもちろん家庭菜園とかそのこれからちょっと食糧難が来るよって言われてたんで、じゃあ農業ビジネスとか面白そうだなと思って農業について調べたり見たりとかしてるので、そういった方向でもまたこちらの動画でね共有できればいいなと思ってるんですけど、新しいことをしながらやっていくとですねもうワクワクしかないんですよ。だからコロナって一色ですけど、じゃあコロナでいろいろ制約あるんだったらその制約の中でね自分がじゃあ5年後のことを考えてどういうふうに動くかってことを、ワクワクしながら過ごした方がいいと思うんで、今回は模様替えに関してお話をしましたけども、その模様替えのお話をしたのは結局その根性とかで今の環境の中で自分の根性だけで精神論で、やらんとねとかっていう話じゃなくて、もう自分がやりたいことを先に決めてその自分のやりたいことをするために部屋の環境自体を変えてしまいましょうって、その方がきっと気持ちいいですよって話をしたかったので、何もね、参考になれば幸いです、外出自粛もきついですけどそのきつさをなるべくで楽しいことに変えながら過ごしてもらえたら嬉しいなと思います、今回もご視聴ありがとうございました。